カレッジパークはアメリカ合衆国メリーランド州プリンスジョージズ郡に位置する都市である。2010年国勢調査での人口は3万413人だった。市内にメリーランド大学カレッジパーク校があることと1994年からアメリカ国立公文書記録管理局の新館もあることで知られている。カレッジパークの郵便番号は2万740。 2741、2742 27である。カレッジパークは1889年からメリーランド農業大学とボルチモアオハイオ鉄道のカレッジパーク駅の近くに開発された。この郊外地は1945年に法人化され、カレッジパーク、レイクランド、バーウィン、オークスプリング、ブランチビル、ダニエルズパーク、ハリウッドの地区を含めた。 当初の地区は1872年に友人キャンベルが区画を決めたものだった。地域は未開発のまま残り、1889年にワシントンの不動産開発業者ジョン・オー・ジョンソンとサミュエル・カリデンが再度区画を割った。当初の面積125エーカーの土地が標準的な区画を50フィート X200 フィートという細長い区画を持つ。 公司場の通り配置に分けられた。カレッジパークは急速に発展し、混雑してきたワシントン DC から脱出しようという人や、急速に増えた大学の教職員と従業員を入れることになった。当初はコケライタ、スタイル、アンジョ様式、スティックスタイル、さらに質素な土地に合わせた住居に建設された一戸建て住宅が並んだ。1920年代には、 自動車の利用が増え、ボルチモアアベニュー、ルート一沿いに、キャンパスが拡大して、商業開発が進んだ。1930年代後半までに、当初の地区の大半は一部が開発された状況だった。メリーランド大学の男子友愛会や、女子学生クラブが、地区に住宅を建設した。第二次世界大戦後、建設は、牧場や、 段差のある家屋のインフィルが大半だった。1945年に町が法人化された後、市は成長を続け、市民センターが1959年に建設された。レイクランド地区は1892年からボルチモアハイオ鉄道の周辺に開発された。鉄道のブランチビル駅とカルバート道路駅がそれぞれ北と南に約1マイルの位置にあった。 レイクランドはエドウィン・ニューマンが創設したものであり、鉄道の西にあった238エーカーの土地を改良した。また当初の多くの家屋、小さなタウンホール、雑貨屋も建設した。この地区は当初リゾートタイプの町を想定されていた。しかし、洪水を受けやすい低地にあったために、低収入の人々を引きつけることになり、アフリカ系アメリカ人の町になった。 1900年頃、ボルチモアゴールドフィッシュ社が、地域に5つの人工庫を建造し、金魚など希少種の魚を養育した。アフリカ系アメリカ人のために、教室一室の学校が1903年に建設され、さらに1925年にも、新しい学校が建設された。バーウィン地区は1885年頃から、ボルチモアドハイオ鉄道の周辺に開発された。 ボルチモアアベニューと鉄道の間の土地を購入したペンシルベニア州出身者フランシス・シャナブルックが創設した。シャナブルックは小さな駅を作り雑貨屋を建設しワシントン DC からの脱出を目指す中流の人々を当てにして約15軒の家屋を建てた。1900年シティサバーバン電気鉄道が開通して成長を始めた。 1925年までに約100個の一戸建て住宅があり、その大半が二階建て木造だった。1930年代と1940年代には平屋のバンガロー、ケープ、ビクトリア様式の家屋の開発が続き、後には高台の牧場や段差のある家屋を含むようになった。ダニエルズパーク地区は1905年からシティアンド、 サバーバン電気鉄道の東側と西側に発展した。エドワード・ダニエルズが47エーカーの土地に創設したものだった。この小さな住宅地区は、格子状に配列された通りに沿って建設された一戸建て住宅で改良された。住宅はアメリカンフォースクエアからバンガローのスタイルまであり、1905年から1930年代に建設された。 ハリウッド地区は20世紀初期からシティアンド、サバーバーン電気鉄道沿いに開発された。ダニエルズパークの開発者、エドワード・ダニエルズがダニエルズパークを北に伸ばす街としてハリウッド地区を計画した。ハリウッドにおける開発は第二次世界大戦までゆるりだったが、その後1940年代後半にアルバート・ターナーが地区北側の大きな土地を取得した。 ターナーは1950年からレンガ作り3、寝室バンガローを開発し、市場に出すことができた。1952年までに、小学校が建設されていた。ボルチモアハイオ鉄道に沿った、広さ21エーカーのハリウッドパークが、メリーランド、首都公園企画委員会によって運営されている。1943年、ワシントンセネターズが、 カレッジパークで春季トレーニングを行った。第二次世界大戦の間も鉄道輸送を保つために1943年のメジャーリーグベースボールの春季トレーニングはミシシッピ川、伊東、オハイオガイ北に限られていた。2001年9月24日、藤田タスケール F3 の竜巻複数が地域を襲った。この竜巻はメリーランド大学カレッジパークキャンパスで吹き荒れ、 週刊高速道路95号線と平行にローレルを通った時も F3 のレベルがあった。竜巻が通ったのは長さ17.5マイルあり、死者2人、負傷者55人、物的損害は1億100万ドルとされた。2人の死者は姉妹であり、乗っていた自動車が巻き上げられて建物を越え地面に叩きつけられた。2人ともメリーランド大学の学生だった。 この竜巻はメリーランド州、バージニア州、ワシントン DC を襲った竜巻群の一つであり、ボルチモア・ワシントン都市圏を直接襲った近代の竜巻の中では最も激しいものだった。新しいカレッジパークのために学生デザインシャーレットで制作されたイメージ21世紀への変わり目、カレッジパークはかなりの開発圧力を受けるようになった。学生も市民も市内に、 アメニティが欠けており、センスが悪いことを認識していた。2002年、首都軍は、ルート1セクタープランを成立させ、カレッジュパークの街路を多目的に利用開発することを認め、奨励した。東キャンパス再開発イニシアティブ、大学ビュー、ノースゲート複合住宅など、近年のプロジェクトが、国内の著名な学園長のように、活発な中心街と、 多様な住民のいるものになると期待を抱かせた。メリーランド大学の学生自治会が2006年4月にデザインシャーレットを講演し、カレッジパークの将来構想を描かせた。2006年7月、ある学生団体がカレッジパークを再興するコミュニティ集団を創設し、開発に関する情報を共有し、公的な対話を奨励するウェブサイトを立ち上げた。2010年時点で、 市内には著名な建築物が加わった。2009年8月、国道1号セントノックス道路交差点に近い、中心街に駐車場が完成した。アパートの複合住宅には2つのタワーが加わり、これに隣接して、大学院アパート等が建設されている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。カレッジパーク市政府は市政委員会、マネジャー方式の政府で運営されている。市マネジャーは市政委員会に指名される。市長は2年ごとに改選される。市政委員会は8人の委員で構成され、市内4つの小選挙区の代表である。市政委員会の会合はカレッジパーク市役所で毎週1回開催されている。 カレッジパークの現職市長は2009年に就任したアンドリュー・エム・フェローズである。歴代市長は以下の通りだった。カレッジパークには下記6つの行政組織がある。2011年9月時点でアメリカ合衆国会メリーランド州第5選挙区に属している。カレッジパークは北緯38度59分48秒、整形76度55分39秒。 北緯38.99667度整形76.92750度、38.99667-76.92750に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.68平方マイルであり、このうち陸地5.64平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.70%である。 カレッジパーク地域の気候は、暑く湿気た夏と温暖、または冷涼な冬が特徴である、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、記号は CF である。2009年包括的財務報告書によれば、市内の主要雇用主は次の通りである。カレッジパーク空港は1909年から運営されており、国内でも最古の連続して利用されている空港であり、 世界でも最古クラスである。ワシントンの制限空域の外側数マイルにあるので、その将来は不確実である。1977年、この空港がアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定された。ワシントンメトロのグリーンラインにあるカレッジュパーク駅ワシントンメトロのグリーンラインにはカレッジュパークイコールメリーランド大学駅がある。2004年には駅そばに、 大きな通勤用駐車場が完成した。メリーランド地域通勤鉄道は、グリーンラインに隣接する CSX トランスポーテーションの線路を走り、カレッジュパークイコールメリーランド大学駅に隣接する小さな駅で停車する。カレッジュパークイコールメリーランド大学駅は、カルバート道路と CSX トランスポーテーションの線路が交差する歴史的な地点だった場所にある。 カレッジュパークでは1903年から1962年まで現在ロードアイランドアベニューとカレッジパークトロリー、トレールがある場所に沿って路面電車を運行していた。他表はカレッジュパーク市にある歴史的な場所でありメリーランド首都公園企画委員会に認定されている。市の一部はカルバートヒルズ歴史地区の中に入っており2002年に アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。カレッジパーク市はワシントン DC テレビ市場に入っている。ユニバーシティヒルズパークの池メリーランド大学の H.J. パターソンホールメリーランド大学のマッケルディン図書館メリーランド大学システムの中で機関校であるメリーランド大学カレッジパーク校が市域内にある。公立学校カレッジパークの公共教育は プリンスジョージズ軍公共教育学区が管轄している。市内の一部はいくつか別の学区にも区分されている。小学校、中学校、高校、私立学校、カレッジパークは多くの学園長と同様に政治に関する議論がよく行われている。メリーランド大学の学生は有権者登録推進を計画し、自らの候補者を市政委員会に選出しようとしている。 市民は18歳以上で、市域内に住んでいれば、市政委員に立候補できる。過去20年間で何度も試みられたが、2009年に、マーカス・アフザリが、初めて議席を獲得した。ありがとうございます。